え僕はですね、ぴょこたんっていう名前で、こういう漫画を描いてるものです。僕はニンテンドー信者ね。プペルは78点ぐらいかな。ポケモンここは90点。で、461個のお弁当は85点かな。その3本、最近見た3本の絵が全部ね、父と子っていうのがテーマになってるね。平均点っていうかね、ある程度、まあ、商業ベースに乗ってこれだけやってるっていうのはその時点でね、高い平均点なの。あと、足田愛菜ちゃん僕好きだから、 そういう意味では、このブヒッチ、主人公のルビッチがさ、声が足玉奈ちゃんなのね。うん、それだけで、かなり加点要素だから。いや、これでロリコンって書いてるやつは、もうお前がロリコンなの。僕は、あの、お父さん目線だから。パパスとして、可愛がってるっていう目線からの、足玉奈っ子だから、僕。みんながお父さんみたいなところにあるじゃん。足玉奈ちゃんって <laughs>。この感覚わかるだろ みんなで、足田愛菜ちゃんに変な害虫がつかないように、みんなで見守って、温室、育ちをさせてきたっていう。君たちみたいなね、程度の低いね、ロリコンにはわからないよ、この気持ちは。僕はわかる。だから、78点だね、プペルは。そのキャスティングっていうのもやっぱ、ハマってたからね。ちょっとでも、これ足田愛菜ちゃんじゃんよっていうところはあるけどね。まあ、それはどんな声優にもあるっしょ。 それ言ったら、ココの声優だって、大概だぜ。ポケモンココをね、ここで引き合いに出してね、下げるわけじゃねえけど、どっかのアイドルだろ上白石萌音。上白石萌音だしょうよ。ココは。ココって結構野生児のターザンみたいな、あーーっていう感じの人なんだけど、その人が声やってるからさ。まあでも声はあんまり僕そこまで気にしないかな。 山ちゃんよかったね。山ちゃんはポケモン映画全部出てるから今まで。ミュウとかもやってるからね。伝説ポケモンも何個やってるよな。人間と虎の愛の子みたいなやつなんだっけあれ。エンテじゃないよ。にわかかよ。ゼラオラだよ。<laughs> <laughs> こういう感じのやつとか。いや、山寺さん知り合いじゃないよ、もはや。よくよく考えたら、そのさっき誰かが書いてた年賀状って、僕山寺さんの年賀状最後に書いたの牛年とかだから、 もうよく考えたらもう、人、人、エトが一周してるし、それ、その間連絡とか取、取れてないんだから。もう完全に忘れてるよ、向こうは。あの時に確かね、廃墟っていう有名な声優事務所から、アクロスエンタテインメントっていうのに、山ちゃんの知り合いが立ち上げたみたいな事務所に、山ちゃんが移籍すればそこが盛り上がるっていう、男気みたいな感じでね、確かね山ちゃん所属してたの、そのアクロス。 今そこのアクロスにいるのが、花ちゃんだから、花江夏樹さんね。我らがオハスタに、二番目の MC。もうやめたけど、ハマーちゃん,、うん。その時に、その事務所を移籍しましたみたいなのを、今まで廃墟から、アクロスエンターテインメント、もう頑張るぞみたいな、新たに頑張るぞみたいな山ちゃんの牛を書いた記憶があるのよ。<laughs> だからもう、12年前だから。まあただ、僕みたいなカストをつるんでても、 山ちゃんにとって何のプラスもないじゃん。<laughs> もう発売もやってないんだし。山ちゃんが MC やってる時は、コロコロ一番の発売日に、無理やり僕の名前を出してくれてたんだぜ。ペ、はい、コょこたんの、これ出てるよって。そのページをわざわざ。だそこの優しさなんだよ、山、山寺さん。でも、もうすでに離婚してる田中理恵さんと結婚するあたりからは、ほぼ連絡取れてないから。あったけよな、優しいよな。 はなちゃんは一回もそれやってくれてないからね。まあ、そもそもコロコロ一番のもうページ数が減っていって、そのページの紹介自体がまあやる意味がないっていうことでやってないから。それは僕もう頷ける。こんなページ別に紹介しなくていいよなもっと他の付録とかしっかり紹介した方が絶対にその、購買につながるんだから。でも、はなちゃんも僕好きだよ。面識はないけど。大橋さんの MC やめたのだってさ、双子ちゃんが生まれたからだろうよ。とんましで言えば。そこも男気采配だからさ。今のあれも、 スバニーもね、好きだしさ。なんだかんだオハスタは好きなんだよ。鬼滅は読んでないけどね。石橋貴明がほぼ西手帳を使ってるぞそういし、石橋貴明、なんか、糸井さんと対談みたいのしてたし。結構真面目なんだよね、石橋貴明ってね。最近は、今までの、そのイメージが逆、真、まあ、逆になりつつあるよね。むしろ木梨の方がクズなんじゃねえのっていう。今まで、ノリさんはいい人で、タカさんは、 ちょっとイケイケゴリゴリデタラメ野郎みたいなんだったけど、その評価がだんだんと真の評価に近づいて、その石橋の方がすごく礼儀正しい人で、木梨って結構やべえやつなんじゃねえのっていう。長い年月をかけてね、真実はね、勝利するってね、小沢健治も歌ってましたけど、だからこうして僕が今ね、不当な低評価を受けてるのだって、いつか真実が勝利する日が来るから、僕は淡々とね、 こうして、やり続けていくんです。なぜかね、ここら辺のカスどもに、僕、見、見下されてるとこあるじゃん。お前らの方が、特にこっちのニコ縄にいる君たちの方が、どんだけ社会的にカスなんだよって言いたいけど、まあでもそれもね、甘んじて、こうして、受けますわ。いや僕は結構ね、優しいよ、初見に。いつ見ても、金太郎飴みたいに、どこから見ても楽しめちゃうっていうね。いや、おっさん向けだね。 女性向けだと思ってたら、君やばいよ。YouTube のアナリティクス、見せてやろうか。どんだけね、おっさんに向けて売ってるか。結局ね、おっさんに向けて打ってなくても、なぜかおっさんしかいないんだよね。なんでこうなっちゃうのこれはちょっと不本意なんだよ。だけどその分伸びしろあるかなってね。一応、その男女比とか見れるわけ。あと年齢層ね。過去28日の、まず性別。 が男性91%、女性8.8%。で、年齢層ね、一番高いのが35から44に30%含まれてます。僕の視聴者の全部が100だとして、33から44のおっさんがほぼ30%なんだよ。3分の1は君たち。結局、同い年なんだよ。で、次が25から34が29%。 だから、実質25から45までで60%なんだぜ。まあ、25いる分まだマシだよな。で、その次がここ。45から54。だから何これで、13から17が2%。ここに僕は可能性を感じるよ。これ見てる13から17の2%。2%の君たちに僕は、巧妙を見出していくから。よくここにそのタイミングで乗っか,かったよ、君。 君、将来性あるよ。だって、こんなの見たって、こんなその、おっさんのね、ざれごと見たって、本来その年だったら楽しめないはずなんだよ。あ、うちの息子たちですって。<laughs> まあ、そうだよね。二世世代を育てていこう。だ君たちみたいな、おっさんには僕はそんなに期待してないけど、その次の世代。もしね、次の世代いたら、多分これ、そういうふうにさ、アンケート取ったらさ、その次の世代がいないやつばっかなんじゃないのおっさんで。まあ、でもそこに、 ちょっと、活路を見出していきたいね。いや、中高生見たらすごいこれ得るもの多いと思うよ。自分がこうなったらどうしようとかも考えるわけじゃん。こうなりたいなっていうのもあると思うんだよね。手本になりたいね。今日もね、ここでほら、寝てるね、女の人もいるんだぜ、ここに。今日はね、ずーっとなんか机に突っ伏してね、寝てる女の人の背景でやらせていただいてますから。まあ、そんなところでね。今日のところは、 ここらで終わりにさせていただきます次はね、えー、土曜日の夕方ぐらいにね外配信やらせていただきますんでで来週の月曜日はですねドコタンカップ2020チャンピオンシップ大会ありますんでそれに向けて頑張ります「西日本にから追い出されちまう」